ナイスのお時間です。このトークチャンネルは、あ、それいいね、キラッと発見、ナイスな笑顔をテーマに、私金沢明菜がゲストの方をお迎えして、好き勝手にほじくり倒して楽しいお話をガンガン披露していただく勝手気ままなトークチャンネルでございます。ゲストさんの楽しいお話をきっかけに、皆さんの日常生活がふわっと明るく楽しくなったらいいななんて思っております。今回ちょっと第1回第2回を見てくださった方は、ね、ちょっとびっくりと思うんですが、初の対面の収録ということで、今まではZoom というね、アプリを使ってパソコンでこう会わずに会話したやつを動画で編集して皆様にお届けしてたんですけど、今回ね、第3回目は、コンテンポラリーダンサーのまなまなさんという方をね、お迎えしてお話ししたいと思っております。ということで、彼女のスタジオに来ました、やってきましたんですが、ここね、すごい壁が全部可愛くって、はい、こちらがまなまなさんのスタジオです。ここね、まなまなさんの写真と貼ってありますけど、ピンクの可愛い壁のここビルの3階なんですけどね。はい、ということで早速ね、立ち話もあれですから。はい、早速ゲストのね、まなまなさんにお会いして、いろんな話をお聞きしたいと思います。それではまた後で。今、まなまなさんのスタジオに、お邪魔してます。というわけでね、早速ゲストの、コンテンポラリーダンサーまなまなさんをお呼びしたいと思います。こんにちは。まなまなさん、こんにちは。こんにちは。登場ありがとうございます。踊りながらね、はい、登場していただきましたけれども、簡単な自己紹介をお願いします。はいはい、皆さんはじめまして。ほとんどの方は初めましてだと思います。コンテンポラリーダンサーの、沼田真由美と申します。よろしくお願いします。お願いします。今、名古屋の錦2丁目の長者町で、そう、体のアトリエまなまなというアトリエ形式のスタジオを経営しているというか、うん、まあ、そこでレッスンしたりしてます。子供の時からダンスをしてたわけじゃなくて、小さい時はスポーツをしてたんですね。ダンスはすごいしたくて、母親が日舞をやってたもんですから。あ、なるほど。はい、日舞だったらいいよって言われて、日舞だったら嫌だって言って、やらずにですね、で大学を卒業してようやくこうダンスをすることができるようになって、でダンスを始めました。なるほど。その踊ろうと思ったらバレエは必要だし、基礎ですね。基礎、何でもどんな分野でも結構バレエの基礎は入ってるんですね、ステップの中に。だからやっぱり上手になろうと思ったらバレエをやらなくちゃいけないなっていうのがあって、バレエを始めて、でそのバレエをとジャズを並行してやってる間に、結構早く教えるっていう仕事をいただけるようになったんですね。クラシックバレエだと抽象的なこう表現が多いんですけども、現代的なものになると本当にリアルな現代の人を表現する役とかがあって、はいはい、そのまあ現実の世界に基づくそうお話だったりとか、そう、お話だったり音楽だったり現代音楽だったりってなると、まあちょっとキャラクターが濃い役があるとちょっと振っていただいたりとかしますね。ありがたいことにそういう舞台のお仕事もいただけたりとかして、でそのうちにコンテンポラリーダンスっていう、まずヌーデルダンスっていうフランスのヨーロッパの方から出てきた分野というか、一番新しいカテゴリーなんですけれども、ヌーデルってフランス語で新しいっていう意味ですよね。そこがちょうどこうメディア的にも、ポップスとかもすごい映像を使い出した時期があったんですけれども、マイケル・ジャクソンとかの後ですね、で世界中にこう広まっていったのがコンテンポラリーダンスが、
その時に愛知県とか京都の方ですごくそういう方たちを呼んだワークショップをたくさんしてたんですよ、うんうん、でそこで初めてコンテンポラリーダンスっていうのに出会って、うん、あ、私の踊る道はこれだと思って、で、独自で日本でコンテンポラリーダンスを教えてくださる方ってなかなか少なかったもんですから、うん、大阪行ったり京都行ったりして、なるほど、ね、はい、抽象絵画に近いとかっていうふうに最初の頃は言われてたんですけど、もう今は本当何でもありで、演劇の方とやったりとか映像と一緒にやったりとか、もう総合的なパフォーミングアーツっていうかの分野、全体的な感じになるのかな。そうですね。じゃあレッスンとかもそういうコンテンポラリーの振りとかそういうことを教えてるみたいな。レッスンはね、もう多種多様で、それこそ自分がジャズをやってきたし、バレエもやってきたし、はい、ダンスのレッスンとしてはコンテンポラリーダンスのクラスと、基礎バレエのクラスと、いわゆる普通のダンスのクラスと、なるほど、あります、はい、あとその他に、まあ、自分がダンスする上で必要である筋肉とか体の整えるために自分でこう、はい、培ってきた方法論っていうのをマナマナメソッドとして、流行りの言葉で言うと軸トレとかインナーマッスルトレーニングとか、はい、そういうイメージでレッスンしてさせていただいてます。なるほど。いろいろそのアーティストって2パターン、まあ、パターンが2つってわけじゃないかもしれないけど、いろんなパターンがあって、その芸術に触れていくことによってキャラが作られていくっていう人もいるし、もともとそのキャラがものすごくあって、それがその芸術によってさらに磨かれていったとか、その自分のキャラを知ったっていう風な人もいると思うんですけど、マナマさんは後者っぽいけど、多分最初はぶっちゃけ、ダンスが上手で選ばれてると思ってないので、そのダンスを踊ってほしくて仕事をいただけてないと思ってるからそう、だからそのいただいた役に対してすごくなんていうんですかね、色付けをしてったんですよね。例えば自らそう、このキャラクターだったらこういうことするかなとか、でそういうことをしているうちに、あ、私ってそういうなんか演技的に踊るのが好きかもって、なるほどな、開花した部分がすごく大きいかもしれないです。役を作っていくっていうか、その作品に入り込んでいくっていうのが好きかもしれないです。だからどん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 こう自分で作っていく、化粧の仕方とかメイクね、メイクとか、それから与えられた衣装にプラスなんかこのキャラだったらこういうのつけていいですかとか、その中で想像したそのキャラクターで、まあ、先生とかにも相談しますけど、そうやって味付けをしていくっていうのがすごく好きかもしれないですね。今ねこの状況で、もう普段のこう対面式のレッスンから、オンラインのね、レッスンとかもオンラインですよねそれオンライン超苦手な分野で、だからオンラインストアで、商品を作りました。なんと見ましたよそれありがとうございますね、それで見た感想は、だから直接こうリアルタイムでまなまなさんに教えてもらうとかじゃなくて、まなまなさんが考えたメソッドみたいなやつを、こう見ながらこうね、体を動かして、一緒にやっていただくっていうパターン。そうですそうです、だから何度も見れるし、そういうのすごくね素敵だと思うんですけど、何個ぐらいありますか、今は3本撮っていって、ダンスまで行くこうちょっと長いレッスン内容と、あとは上半身の下半身に分けて、下半身のプリエ、ダンスでプリエっていう要は、膝を曲げたり伸ばしたりっていう動きをもとに、最初にこう一番こうやりやすいというかな、ダンスの基本動作として一番最初にやる動作を、今皆さんこうね、出控えて、いろいろ気になるところが増えてらっしゃる方が多いと思うんですけど、ヒップとか太ももとかに働きかけるというパターンのレッスンと、あとは上半身ですね、このここですね、
振り袖にならないような、そのね、そう、ここね、そう、ここね、ここです。やっぱりね、はい、ダンスやってる方本当にやっぱり体が美しいし、もう一緒にいるだけで私背筋を伸ばそうと思います。伸びてますよ。いつもよりいつもこうダラーとしてるんですけど。伸びてます、伸びてます、大丈夫。一緒にいるだけでこうね、あの気をこう常に真ん中に持ってきてる感じの、うん、真ん中ね、イメージを受けるので、常にこう影響を受けやすい人間としてはね、もう今いるだけでこう、はい、スッとされてますよ、今日いつもスッとしないみたいですけど、そんなことないけどちょっと、うん、可愛らしさにプラスこう凛とした感じがねえ、はい、プラスされてます。ありがとうございます。ねえ、そういうのをすごくやっぱり、まあ私はね、やっぱ対面でぜひこのレッスンをね、誰か受けてほしいなって思うんですけど、やっぱトークでとかね、うん、あの状況的に難しいので、ね、ぜひね、そのメソッドをね、あのご覧いただければと。いくらぐらいでしたか？はい、ですね、ズバリ、いくらでしたっけ？5年圧だったような気がする。そうですね、長いので1100円かな、うん、で、うん、短い方は550円です。ぜひ。安いですね。まだでも売り出してないけど、ね、売り出します、ちゃんとお願いします、はい、じゃあもうこのラジオがね、あの放送される頃にはね、はい、あのポチッと買えるようにね、なってるかなと思います。ぜひ皆さん、はい、遊びに来てください、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、まあ、まなまなさんもその出身地が、うん、まあ、福島ということで、うん、まあ、それをきっかけにっていうのをプロフィールで見てたから、なんかいろんな思いがあったのかなって思って、それをちょっと、ね、うん、聞かせていただけたらなと、はい、 あ、うん、はい、ありがとうございます。2011年の東日本大震災は本当に大きな事件だったんですね、はい、私自身、うん、まあ、世界中から見ても大きな、うん、そうです、出来事だったとは思うんですけれども、うんうん、やっぱりふるさとが特に福島なので、うん、いろいろ原発の問題もあったりして、うんうん、あの家族、うん、家族がすごい心配するっていう、こんなに自分が家族を思って泣けちゃうような日々を過ごすと思ってなかったんですよ。それでその時に一番こう、あ、これだったら私にできることかもと思ったのが、うん、その津波でね、うん、あの逃げ遅れて亡くなったそのご老人の方がすごく多かったっていうことと、うん、それからそのご老人のを助けようとして津波に飲まれて亡くなっちゃった若者たちがすごく大勢いたっていうことを聞いて、うん、自分にできることっていうのは体を整えるっていうことをこう皆さんに知ってもらうことで、いくつになっても、うん、自分の足で歩ければ逃げることができるじゃないですか、うんうん、そういう自分自身の体に目を向けていただきたいなと思う思いがすごく強くなって、ダンスのトレーニングだけじゃなくって、うん、そのダンスに必要な筋肉であるとか体の使い方っていうのは本当に日常にもすごく生きてくる、こう力になる筋肉の使い方であったりとか、体の自分自身に向き合うとかメンテナンスするっていうことは、これは万人の方に共通だなと思ったもんですから、はい、まだまだメソッドとしてそのお伝えしたいなと思って、2011年以降に、はい、そういうレッスンもさせていただくようになったんですね、うん、大震災の時期は私そのフランスに留学9年間してたんですけど、2年目だったんです。それこそね、日本にいないかった状況で、あのその情報を知って、なんだろう、いろんな思いがみんなそれぞれあったと思うんですよ。私はその福島に家族がいたわけではないので、ね、その方の状況とかその悲しみとかにが全部わかるわけではもちろんないですが、やっぱあの災害が起きるときって、その外から起きることなんだけど、なんていうのかな、それを受け止めるのって自分じゃないですか、その個人っていうか、でもめちゃくちゃその今逃げなきゃいけないってなるときにそんなこと考えてる場合ではないけど、まあ、今回そういうことがあって、でこれからも、まあ、今の時期だっていろんなこと起きてますよね、で、あの今後もじゃあそんなことがもうゼロだよっていう
あの世界が待ってるとは限らないじゃないですか、うんうん、どんな危ないことが襲ってくるかもわからないっていう時代に生きてることって変わらないと思うんですよね、うん、で本当にそれこそ今じゃあママさんさようならって言って、うん、あの出たら本当に何かが落ちてきて私は死ぬかもしれないっていう可能性だって考え出したらいくらでもあってね、うんうん、でそのやっぱりそのメソッドで、まあ、そのマナマナさんのダンスでね体を動かしてっていうこともそのうちの一つだと思うんだけど、うん、普段私たちってその目が見えるし耳も聞こえるしっていう体の状態で何か食べるしって外から何かこう受けてることが多いんだけど、うん、それをこう受け取って何かをするっていうのに消化してこうまた表現するっていうアウトプットするのってやっぱり自分の体と自分の近くしかできないことでしょ、うんうん、そうダンスの人もねすごく考えてると思うんですよ、うん、その体のことなりいろんなことを考えてると思ってて、で私があの、まあ、個人的なリクエストで知りたいことは、うんうん、ね、そのダンスのメソッドをねいろいろ見ていただいたり対面のレッスンで知ってくださいっていうのもあるんですが、あのやっぱりその姿勢とか、うんうん、呼吸法も、うん、なんかちょっと どんな風に捉えてるよっていうのも、うん、なんか考えがあったりしたら、うん、ぜひ聞きたいなと、うん、いい質問ですよこれね打ち合わせしてないですちょっとしかちょっとしかマナマナメソッドもダンスもあの私が踊る上で一番大事にしていることが呼吸法なんですね。で独自の呼吸法っていうか、うん、腹式呼吸をできちゃんとできてる方が結構少ないんですよね、うん、うん、結構胸式になってるんですね。腹式は、うん、基本そのこのお腹に下のお腹に空気、うん、鼻から息を吸う時に下のお腹が膨らんで、うん、で吐く時に下のお腹がへこむんですけどここなんですけどね、はい、見えますかこれね。いいですね、こういうこの感じ、この、うん、このぐらい動いていいんですね。で普通の人は吐くときに結構リラックスしちゃうんですけど、うん、吸うときに膨らませて吐きます。そうすると背中がグッと上がっていくんですよ、はいはい、今ちょっと触ってみて、はい、背中が上がる、はい、上がります。触ってみてくださいね、うん、はい、でお腹に空気を入れてもちょっと膨らみますね、うんうんうん、後ろもね、うんうん、で吐きますよ。このぐらい変わっちゃうんです。なんか違うね。うんうんうん。あ、上がるって意味分かった今。うん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 。背骨が長くなるんですね。なるほど。そうなんです。すごい。で、そういうのは、うん、あの普段の生活からもや、うん、でもともとやってるの、うん。日常でもこういう呼吸ができればいいんですけど、うん、なかなかできないんで、うん、分けてトレーニングします。で、うん、あのマナマナメソッドの特徴は2回吸うんですね。とにかく膨らますだけ膨らまします。はぁ、なるほど。明菜ちゃんやってみましょう。あ、今、はい、2回吸います。吸う時に膨らむ、ね、そう、吸う、吸うで、吐きます。鼻からでも口からでもどちらからでもいいです。そうするとさっきよりすごくお腹が動きません？おぉ、すごい。こんなに違います。もう一回やってみましょう。はい、2回吸います。はい、吸う、吸う、はい、皆さんも吸う、吸う、一回止めて、はい、吐きます。はい、そうそうそう、もうちょっとへこませる。はいはい、そうです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 。そうするとほら背中がグッと上に上がってるでしょ、うん、上がってますね。目がでかくなった。ねそれも踊る時もその軸のまま踊るし、あ、こうやって座ってる時も、これ普段からやろうかな。なんかちょっとそれするだけでなんかね、うん、なんかリフレッシュタイムにもなるし、うんうん、あのどうしても背筋を伸ばしてくださいって言って反っちゃうんですよ。反ると腰に負担がかかるので、そうじゃなくてこう上にこう上がるような背筋の伸ばし方、うん、上に上がるっていうのも初めて知ったし、その吐くときにリラックスしちゃうんだけどそうじゃないっていうのも、吐き切るときがマックス背骨が高く長くなる。どうですか皆さん、ね、そういう、ちょっと私は知らなかったんですけどね、はいはい、ぜひ詳しくお知りになりたい方はねえこちらにまだまだもう分かってる
ありがとうございます。貼っておきますからぜひぜひ、ね、ぜひぜひお願いします。見てみてくださいね。震災の時の話で一個すごくね、すごく私びっくりしたことがあるの、はい、あそれを聞いてほしい。ぜひお話ししてください。ですね、2011年の後はやっぱり踊ることで人様の役に立てたらどんなに素晴らしいだろうっていうふうにめちゃ考えたのね。でその震災直後の時にのイベントで福島出身のダンサーまなまなですって自分で紹介した時にお客さんの目がキラキラキラ、この人福島の出身なんだってなったのね。踊る前から踊ってないのに、踊ってないのにこの人なんか過ごそうっていうか、なんかこの人の踊りを見てみたいっていうモードになったのよ。その空気に包まれた。そうそうそう、うん、え私踊ってないのにってある意味ちょっとショックだったというか、うんうん、でなんか同じことを踊っても、うんうん、その福島県出身っていうだけでなんか、うん、こう拍手のノリが違うというか、それをねどういうふうに捉えるかかもしれないですけどね。だからそのフランス行った時も状況は違いますけど、うん、やっぱ日本人だからっていう目で、うん、私たちは良くも悪くも見られる。やっぱそうですよね。そういうのはもちろんあった上で、なんかいいとか悪いとかじゃなくて、その芸術に対する考え方がすごいガラッと変わっちゃったっていうか、うん、だから全然その上手に踊ろうとか失敗しちゃいけないとか、うん、なんだろう、うん、っていうことが一切なくなったね、その時に。それね、すごく私ねなんていうのか、とても共感する話。そう、うん、嬉しい。なんかその、うん、そのことによって取れたんだよね。そう、取れたのね。なんか殻が取れたというか、上手に踊らなきゃいけないとか、今までなきゃいけないとか、そう、まなまなとはこうでなきゃとか、そう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 、そういうところから逆に解放されたかもしれない。結構自分でそう思ってなかったのね、うんうん、その時までは、うん、意外に自由に踊ってるつもりだったの、つもりだったし、うんうん、すごくこうエンジョイしてると思ってたの、自分が踊ること。あ、全然違ったと思って。なるほどね。そこからも即興がすごく大好きになったですね、はい、ってことは、うん、それまではそのなんていうの、即興もやってたけど、うん、もっとさらに情熱というかすごくスピードが上がったってこと。いや、今話して私気がつきましたけど、やって今即興はやってなかったかも。やっぱね、喋ることによって思い出すことがあるんです。そうね、びっくりした。だから、うん、そう、それまでは即興するにもそういろいろセッティングを考えたり状況を考えたりしてのあれだったかも ね、先にそう世界をこう作ってある程度用意してっていう感じだったな。私自分でそういうの意識せずにやってたわ、うん、そういうこと、うん、が本当のまなまなさんを知ってたのかもしれないし、うん、その本来の姿に近づいていくことが、うん、その人間の死に向かっていくことかもしれないって思う時があってね、うんうん、私母を亡くしてるんですけど、うんうん、そのやっぱ死ぬ瞬間に向かってその母は本来の姿に帰っていったような感覚。わかります。うちの母もそうだったの。本当、うん、そうなの、そうなの。なんかね、うん、それってみんなそうなのかなって。で、まあ普段の世界っていうかね、普段の生活ってやっぱ死のことってタブーというか、もうあまりポジティブには話さないことではあるけど、やっぱり見つめた時に本来の姿にこう帰っていくのが人生なのかもしれないとか、それを発見してっていう変な、そうそう、キラですよ、キラッと発見。ああ、うん、そうかもね、って思ったことがあって、うん、自分が知らなかったこととか、その無意識だったことに案外本質が含まれてたりとかしてね、うん、それをその人と話してる時に、うん、あ、私ってこうだったのかなって気づくことっていくらでもまだまだあって、うん、すごい、気がついちゃったよかったナイス、長生きしてよかったわね、だから発見って、うん、いつの生きてる限りありますね。ありますありますね。それがね、そのショックなこと、うん、出来事によってポンって出たりとか、本当人によってこう開発されていったりとか。そうですね、ショックは必要かも、うん、そうそう。あとやっぱ芸術って、うん、まあ何でもそうだけど、そのやっぱ人との関わりによってね、うん、やっぱり発見ってあるんですよね。そうね、そのさっきの福島のこの拍手によって、うんうん、
本来とは違ったショックから丸々さんはこれ、うん、この拍手はいいのかよって思ってた、ね、なるほどなるほどね、うん、そういうことってきっとやっぱり人との関わりですよね、うん、あの対人間、うん